やる気のない、帰りたいとか、これでパターン売っちゃいいんだよ、欲しい、5月から、はい、発売予定です、ありがとうございます。ユーミックさんとゆで卵、サンリオとユーミックのコラボでゆで卵が5周年記念で、かわいい猫ちゃん、ダリーナキャット、ダリーナキャット、ダリーキャット、ダリーキャット、かわいい、いいですね、かわいい、こんにちは、こんにちは、どういうボールですか。この触っていただければ分かるんですけど、はい、この変わったリンプル、うん、ボコボコが花火の形になってるんですけど、なるほどね、これが、まあ、空気抵抗を減らして、うん、こう飛距離と直進性を増すっていうのが売りのボールです、はい、かわいいボール、いいですよね、日本人の職人が作ったみたいな、なんか可愛い、はい、チーズ、はい、もう一枚取ります、撮影できました、はい、ライトを当てると光らせてから音みたいな、そうです、消える、じゃあパワーアップしたの、そうです、そうです、いきます、はっ、おどう光った、あ、見たことある、見たことある、有名人だ、光るボールはナイターとかでめっちゃいいです、見つかるし、すげえ光ってる、そう、食べるためにアンケートを書いてます、生ハムを食べます、静岡の小山、岡山の生ハム、おいしいです、うまみ、うまみ、うまみがすごい、嬉しい、はい、お疲れ様です、ありがとうございました、プロドラゴンの方がですね10分間レッスンっていうのをやってくれていて、ヘッドスピードがどれだけ伸びたか、距離がどれだけ伸びたかっていうことをやってくれる、五角形のフリップだ、すごい、はい、あ、もうこれ決まったわいい感じ、こういうの好きな人いるよね、プロの中でも素振りを反対でこうされる方がよく目立ちますよね、可動域がものすごく広がります、肩が回りやすくなります、振った方が面白いですし、すごい、ないよ溝が、これなんで、なんかいいことあるんですか、ボールとの面積、設置した時の面積が一番表面積が多いということからスピンをかけるっていうこと、これもこれかかるんですか、かかります、開けてバンカー用ですね、粉が抜けるっていう、バンカー用、すごい、あ、そうです、インスタ見てます、ありがとうございます、ストレッチ、マッサージ、トレーニング、サイヤスで見やすいんです、すげえ、ほら深いですね、すげえ、あーこっちの膝が入って、右とか左に体を動かしてたら、私振動が入るにつも変わってきます、下まで行くかな、はい、行きます、がっついた下まで行きました、最後30秒、簡単なポーズだけなんですけど、下までついたよ、いい、いいです、海外とか意識したよ、水のプロシリーズの、はい、まあ、TI18 というモデルが、今回出ておりまして、4月にこの TI18 と、まあ、C ゾーンがやっぱ我々必要だなと思って、今回この TI18 というモデルを出させてもらいました、はい、お店頭シダは、入っておりますので、あの水の GCF ショップに行っていただけたら、もうすぐにフィッティングもできるというような状態になってます、3月16日先週発売した、実際本当に非常に飛ぶ設計を追求して M フュージョンっていうシャフトなんですけど、自前のシャフトなんですか、そう、自前のシャフトなんですよ、
と何かをやっていると思います。ブリヂストンはね、やっぱボールが最近新しいのが出て、それも気になるので皆さん打たせてもらうといいと思います。最近なんかこう来てるようなイメージありますね。来てる？重いよ、めっちゃ重い。すごい重い、重だよね。食べてください。はい。じゃあありがとうございました。